はい、どうも、こんにちは。今回またヘビーレイン心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回は、女と FBI が、なんか行ったんだよな、クラブに。クラブに行って、怪しいと思われてるやつの、じゃあ FBI が怪しいと思われてるやつの、なんて言うんだろう、影を見た。変装してる怪リしいと思サ、われる。はい。大丈夫？あんたも大丈夫か？できなかった。ショーンのために人を殺すはずだったあ、もん。そっか、俺殺さなかったもんな。できなかったんだ。あのおじさんを。あなたは人殺しじゃないわ、イーサン。はい。殺人事件はあなたのせいじゃない。うん。私が証言すごめん、る。イーサ、それを考えてなかったわ。それじゃ何も変わらない。ショーンを助けるしかないんだよ。ちょっと、女。そういう関係になっちゃったの？もう、やっちゃおうぜ。なんか、もっと なんかずれてるぞ。位置ずれしてるぞ。そういう関係になっちゃったの？もう一回。そういう、ちょっとなんかセクシー路線だな、前回から。ちょっとセクシー路線行くね。ガッツリ言ってんじゃん、ちょっと。大丈夫か、これ。てか、女もちょっとアクティブになったね、なんか。最初、ただのいい人だったのに。それが、おいおいおい。おいおい。発展しちゃってんじゃん、恋に。不倫じゃん。不倫じゃん。あ、ごめん。いやー、ミスったなー。雑にやっちゃった。急に女が来るんだもん。そんな感じじゃなかったじゃん、今まで。そんな感じじゃなかったじゃん、今まで。ちょっと。時間。すでに時間を浪費しすぎてる。最後の試練をやり遂げないと。まずは奥さんだろ。まずは奥さんに対して、やっちゃったなってとこ言わないと、まずは。奥さんないしね、ここ。状況が違ったなら、俺たちはうまくいってたかもしれない。奥さん選択肢でのおかしいだろう。おい。いるんだぞ、まだお前奥さんが。あ、でもそっか。二人で会ってるだけで明らかじゃないか。二人の関係性は。そっか。なにこれ。何この下マークは。そっか、よく考えたらそうだな。二人でいた描写はあったけど、あれも別居中かもしんないもんな。そっか。別居中っていうか、まあ、なんか、一応子供のことだから、なんか、いや、離婚して子供がイーサンに行ったみたいな。で、カチカチやないか、シャツ。子供がイーサンが預かったけど、やっぱ、一親として俺らにて、はあと一つだけ。これが終わればショーに。元妻のことが、元妻はさ、信用できるのは彼女だけだ。でも次の不試倫じ練ゃないはな。一人で乗り越えなきゃいけない。不倫じゃないぞ、多分これ。ごめんなさい、不倫かと思ってたわ。だったら今も正真正銘の恋愛じゃないか。レインボーレーン961番。そっか、不倫じゃないじゃん。まあ、わかんねえけど。散々言ってるけど、もしかしたらまだ結婚中かもしんないからな。あれ、されてないこれ。寝てるな。さよならも説明もなしだ。起きる前にここを去ろう。なんか今、ジャケットの、これは？あ！音で起きちゃうんじゃない？
この女まさか。気づくべきだった。今までずっと知らずによ俺は。イーサン、どうしたの？俺は君にとって何だったんだ？聞いて、私ジャーナリストにしてはいい看護っぷりだった。イーサン、言おうと思ったの。でもどんな記事を書こうと思ったんだ？連続殺人鬼の思い出、それとも折り紙殺人鬼の足跡か、出版しようって魂胆か、それだけの価値はあったか？それは違うわ。私は。君は嘘をついた。初めから俺を騙し続けていたんだ。俺を助けようとしていたんじゃない。本のことしか頭になかったんだ。そうよ、はあ、私はジャーナリスト。聞いかった。あなたが失踪した少年の父親だということも知っていた。そうよ、記事も書きたかったわ。でも息子さんのためにどれだけ辛い思いをしているか、近づいてからね、どれだけ息子さんを愛しているかも知った。真実を伝えたかったけどできなかった。怖かったのよ、あなたが信じてくれないかもしれないって、突き放されるんじゃないかって。私が望むのはあなたの息子さんが生きて戻ってくること。はっ。そして全てが終わった時、あなたのそばにいたいの。あら、あれちょっと、いや、許す拒否する、許す拒否する、難しいな、これ難しいよ。イーサン無事入れてたからね。まあ俺は別に許してもいいけどさまあある種第三者だから別にいいけどさ。許します。はい、すいません、消えかけた。いやもう魔性の中に、ごめんなさいイーサン。いやでも本当にごめんなさい。なんか魔性の女って感じもするな。切り替えが早すぎる。ちょっとうかつだったか。行くんでしょ、もう。目が違うね、もう覚悟が。最後の折り紙だ。これでショーンの居場所がわかる。気をつけてね。あなたを失いたくない。あ、やっと吐くんだ。吐けようと思ったけど、ずっとずっと下ね、脱いだままシュールだったわ、正直。食べ物を買ってこないと。待ってて、10分で戻るわ。ああ、変わるんかい。え、でもね、俺イーサン知ってるんだよ。こいつね、頑張ったよ。あのイーサンをおちょくろうと思ってやってたんじゃなかったもん。ずっとイーサンに協力しようというね、あれがあったわ。疑われるのが怖かった。バカね。もっと早くに全てを打ち明けてればよかったのよ。怖い。私は彼が好きなのかしら。あ、まあ一応そこは嘘じゃないんだな。彼の息子を探さなきゃ。うん。どこへ行けばいいかは見当がついてるわ。え？嘘。ショーンを見つけて無実を証明するのよ。え、買い物に行くんでしょ。正体を明かした今なら彼を手伝うことができる。買い物に行くってことはバイクでどっか行くってことでしょ。自分の部屋に戻るわけじゃないよな。じゃあ行くぞ。こことここ結びつくんだ。そういう恋愛関係で発展すんの。ってことはもう探偵と FBI も、もしかしたらやば。まあ、恋はともかくとしてね、結びつく可能性はあるよな。でも探偵と FBI がさ、まあ、この二人が結びついたってことは、探偵と FBI も協力するんじゃないの？相性いいしね。職業柄。あ！警察？ B さんを探してる。奇襲をかけるつもり。やばいやばい、お前顔バレしないでか、お前。あ、部屋にかけれるのか。貸して。もう貸して。イーサンに教える方法があるはず。考えて、考えるのよ。どれ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 。何があったの？
すごくないかい、テレビドラマみたいだよ。電話貸して電話。信じられるかい、折り紙殺人鬼がここの部屋を借りてるんだ。名前は偽物使ってるけど。あ、電話あったんかい、そこに。顔はごまかせないもんね。電話あったんかい、もう声かけなくてよかったわ。じゃあ早く部屋番号は。え、覚えてない、覚えてないけど7があった気がすんな。お願い、早く電話に出て。7書いてんじゃん。警察よ、ホテルに来てるわ、そこから逃げて。あ、207だった。やっぱ7入ってたよな、俺も入ってると思ったよ。いや、めちゃ囲まれてんじゃん。あ、飛び移る、これ俺変わるな。はいはい、まだ移動してるぞ。伊佐頑張れ、伊佐頑張れ。てかもう正直ここの屋上怪しいぞ、なんかその息子いる場所としてだいぶ怪しいぞ。あ、おっさん、いや、見せた見せた見せたけどすぐ進む。よういたな、この警察がいない場所によく来れたな。やばい、上どういうこと。ああ、上に登るってこと。上に登るのってでも悪くないか、選択として我ながら。動くな、危な、はい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 、あ、上だったなこれ、上だったなこれ、完全に危ない危ない危ない。何すんの何すんの、イーサー何すん、どこ行ってんのイーサー。いや、行き止まり違うな。イーサー、ここまで来られたらもう逃げられないんじゃないか。こんな至近距離に来られたらさ、もう逃げられるのもんじゃない気がするんだけど。いや、でも足ぬかるんでるからな、足滑るよ、警察。足腰弱えな。ヘリコプターも出動してんじゃん、逃げれんの、イーサン、これ。これ逃げられないよ。下でバイク待ってんのかな。やばい。おしまいだ。膝をつけ。頭の後ろに両手をつけろ。ゲフビアイか何でか来るんじゃないの。逃げ場はない。お前は包囲されてる。ジャンプ。そうしました。生きてる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 、生きててよかったわ。完全死んで終わるパターンかなとちょっと思っちゃった、ごめん。タクシー止まってくれんの、こんなやつ。顔バレしてんじゃないの。あ、車パクるってこと。うわ、グランドセフトオート出たな、犯罪を重ねるね。こう女と別れば離れ離れになっちゃったな。罪を重ねていくな。でもそうすることでまた疑われるよな、こればっかしは。来たね。だから探偵と FBI もでもね、そろそろ、あ、探偵と FBI があれなのかな、その本来の犯人、本来の犯人のを掴むのかな。そうじゃない、本来の犯人を掴むのがこの二人なんじゃないの、これ流れ的にさ。あ、シルビーって書いてるわ。あー、事務所か。ローレン、ごめんなさい、スコット。あ、私の助言に従うべきだったな。調査を打ち切るよう言っただろう。あんたの息子は殺人鬼だ。一体何人殺せば気が済むんだ。欠点があっても私の息子だ。え？ま、子供のいない君には理解できないだろうがね。他に選択肢はない。調査は打ち切りだ。永遠にな。え？帰らなきゃよかったな。は？性格悪っ。ローレン、
やり方性格悪っ。ヤクザじゃん、やってることを。車ごと沈めるて、ヤクザじゃん。頑張れ。ちょっと待って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 、ローレン、ローレン、おい起きろ。ローレンが起きればワンチャンあるよ。ローレン起きて、起きてローレン、起きてローレン、起きて。もうそれ以外できないんだよ。あ、やばい、熱い、水圧に足りなくなってる。あ、ライト使った。いるかこれ。頑張れ、ラジオ鳴らせ。何これ、何これ、何やらせんの俺。何が起こるのこれ、このボタンで。 L2。 いや、まだ行く、まだ行く。あ、なるほどね。ローレン、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 ローレン。あ、抜けるんかーい。ローレン、ローレン、そこ、そっちか。ローレン、寝てんじゃないよ。ローレン、やばいって今。えいえいえい、ローレン。うわ、いや、割っちゃったけど、これ早かったな、割んの。まずくないか、ほどいてから割れよ。あ、ローレン見捨てる。いや、ボタンに書いてよ。絶対これローレン救って出れたじゃん。もう一個ボタンあったもんな、だって。振り返らない。少しは言えよ、ローレーンって。ローレーンって言ってよ。どうしまったんだ俺は、救えなかったって言えよ。まあ、でも後悔はしないって、ここがやっぱね、敏腕刑事だった頃のやっぱ性格出てるよね。まずこのできるだけ後悔はせずに常に復讐に揉める切り替えよね、やっぱ。え、でもさ、これさ、早くない？なんかさ、もっとさ、あれした方がよくない？ね、もっと準備してから来た方がよくない？いきなり乗り込むの？いきなり乗り込むな。さ、なんか武装兵連れてきた方がよくないか？行動が早すぎる。これは敏腕刑事だな。ノールックで行動が早すぎるわ。しかもうめえ、銃がうめえ。あんま調子乗んじゃねえぞお前。おい、百発百中だぞ。こっちはボタン押すだけでいいんだ。定める必要はない、百発百中なんだ。甘えんじゃねえ。マジでうめえな。マジでうめえな。一発ってやばくないか。なかなかないぞ。相当敏腕だな。おい、反射神経やばいぞ。見えてっか、足音鳴らすんじゃねえよ。バレバレだぜ。どこに隠れてやがる。見えてんだよな。俺がいる限り見えてんだよ。いや、射撃やばくない ?100% って。みんな体出しすぎなんだよ。バレバレだぜ。遮蔽物を使うんだな。ふん。どこにいる？サーリー、私に近づくな、撃つぞ。弾大丈夫？切れんじゃない？圧倒的だな。嘘だろ。これ返り討ちになるかと思ったのに。お願い。おい。首もぎちぎるぞてめえ。おい、父よ、ローレンは死んだ。お前のせいだ。やめてくれ、頼む、この通りだ。あ、うっせえなてめえ。おい、殺すぞてめえ。おい、
おじちゃんは憑依してんだからな。お前のバカ息子が子供らを殺したんだろ。おい、折り紙殺人鬼だ。さっさと言え。違う、あの子は無実だ。犯人じゃない。違うんだ。あ、協力してたら犯人なんだよ。協力してるじゃん、ほぼ犯人と同然なんだよ、てめえ。おい、調子んじゃねえぞ。嘘をつくな、おい。甘えんじゃねえ。やめろ。ゆとりがよ。殺さないでくれ。ジジイが。これが最後だ。甘えやがって。知らない。誓うよ。何があっても殺すからな、こいつ俺。もうこれもう何言われてもいい、俺も。やめろ、やめろ。あ？頼む。話すから。何もかも話す。言えよじゃあ。早く。ゴーディーはいつも楽しみを求めていた。あ？あいつは折り紙殺人鬼になりたかったんだ。あ？子供を誘拐して。水の中に長くつけすぎたんだ。は？事故だったんだ。不幸な事故だった。それで許されると思ってんのかてめえ、おい。そう言ってた。許されるわけないだろ。いたよ。自分のしたことを悔やんでいた。は？やった時点で犯人なんだよ。あいつは私の息子。喋んじゃねえ。やった時点でそれは犯人だろ。犯行だろ。甘えんじゃねえぞ。何がお前水好きにして。誰も悲しまない。なんだと。ゴーディが殺した少年だ。誰が悲しむ。そこら辺に転がってるゴミだ。お前は最悪の豚野郎だ。撃つと何があっても俺撃つぞ。ジョン・シェパードはなぜ彼の墓に花を供え。私は事故のあった建築現場を所有していた。はあ。一生忘れん。30年間ずっと花を備え続けている。はあ。双子の弟がいたはずだ。彼はどうなった。さあな、養子にもらわれていったはずだ。母親が知っているだろう。名前はアンシェパードだ。アンシェパード。いや、殺していけって。女だがどうってことはない。すぐに忘れなんでこんな俺のために働く報酬は払う。なんでそんなようお前彼女のことを口にするな。いいか、二度と。ようそんな口聞けるな。気をつけろよ。持ってるぞ銃。心臓が何だこいつ。薬を取ってくれ。引き出しだ。かまってほしいんか。猿よ。クソ野郎、死ねばいい。すいません。あ、これはもうだって俺関係ないからね。病死だから。病死だもん。お疲れ様でした。バイバイ。シェルビー、知らないよそんなの。私の命令だ。病死じゃんそんなの。俺関係ないもん。俺殺人じゃないからな。病死じゃん。救うわけなかろう。アンシェパードという言葉を手に入れてさ、救うわけがないわ。甘えんじゃねえぞ、親子揃って。許されると思うなよ。ん、何すんだろう。でもこの女もなかなかね、情報は仕入れてるからね。なんちゃって。アンシェパード行くんじゃん。アンシェパード。エマージェンシーレセプション。病院か？ショーン。ショーンの命はあと数時間足らず。時間の無駄じゃないといいけど。ジョン・シェパードは30年前に亡くなった。すいません。アンシェパードの病室は。突き止めてる。面会でしたらサインを。すげえ。女すげえな。探偵がやっとこそ手に入れた名前を。ええ、そんなところです。古くからの友人です。お見舞いの方が見えて喜ぶわ。誰もお見舞いに来ないのよ。え？最近は物忘れがひどいみたいだけど、きっと喜ぶわよ。とても。認知症ですか。19号室、廊下の突き当たりよ。ありがとうございます。大丈夫？でも名前違うよ。19号室ね。アンもシェパードもない。大丈夫これ。まあアンモってか、まあ、シェパードがないと家族じゃない気がするけどな。まあ親戚だったらあれか。関係ないか。古くからの友人ですよ、ワイン。19号室ね。
昔お世話になりましたってね。19号室ね。それだけでも言えばよかったのに。あ、これでもあれじゃない、ユリじゃない、とんでもなくババアなのかな。あれかマスカシェパード、なんかオーラが違うよな、あいつ。あいつオーラ違うよな、明らかに。あいつじゃないの、あいつオーラ違ったけど。こんにちは、シェパードさん。もうお薬の時間かしら。いいえ、シェパードさん、私は。あの人たちは薬の時間を守れないのよ。どうなってるのかしら。他の病院はいつも時間通りだったのに。ここ忘れてんじゃん。おばあちゃん。私はマディソン・ペイジと言います。ジャーナリストです。あなたの息子さんについていくつかお聞きしたい。ストレートだな。この病院好きじゃないわ。出た。食事もあまり美味しくないの。会話もできないんだな。思い出してください、シェパードさん。シェパードさん。ジョンの弟さんは事故が起きた後に養子に出されたんです。里親の名前を覚えていませんか？テレビをつけてって頼んだの。でもお金がないからダメだ。なんかキーワードがあるんじゃないのこれ。私テレビが好きなのに。これ響かないんだな。近すぎるわ。あなたにはジョンという息子がいて、ジョンには双子の弟が。薬はある。もう薬の時間だわ。カーナビー広場での出来事ですが、覚えていますか？おばあちゃん。カーナビー広場。ずっと昔にそこに住んでいたわね。その頃はお金がなくてね。おばあちゃん、これ響いたんじゃない？この言葉。詰めた生活をしてたわ。はあ。おばあちゃん。ジョン。ジョンを覚えてますか？私のジョニー。あの子はとてもいい子よ。はあ。息子さんは危険なんです。とんでもないことをしたかもしれない。彼を見つけないと。わかりますか？なんてひどい話なの。一度も会いに来ないのよ。信じられる？10年間一度も。母親を忘れるなんて信じられないわ。会いに来てんじゃないの？実は。もう一人息子さんが、ジョンの弟がいましたね。彼の名前は？もう一人の息子？え？他にはいないわ。子供はいないわ。シェパードさん、息子さんは連続殺人に関与しています。捜査の手がかりになりそうなことを知りませんか？新しい看護婦さん、私の薬はどこ？おばあちゃん、顔できないよ。おばあちゃん、もうおばあちゃん。あ、あるじゃん。あ、折り紙じゃん。この折り紙はあなたが？折り紙の動物たち、あの子たち何時間も遊んでいたわ。は？息子たちにも教えてあげたい。ちょっとしたキーワードだな。そう、子供たちです、シェパードさん。ジョンともう一人の息子さんのお名前は？もう一人？息子は一人だけ、ジョニーだけよ。おばあちゃん、里親の名前がわからなければ犯人探しに何日もかかる。それまでショーンは持たないわ。この人が折り紙殺人鬼の母親かもしれない。なんかあんじゃないのこれ。何か思い出させる方法はないかしら。あん、時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたって拉致が開かないわ。でこれあれだな、左に押したらってことはこれページ数決まってんな。折り紙折れと俺に折り紙は諦めることあるか、そこで。ねえ。ちょっと無理があるんじゃない？そこで折ることを諦めることないぞ。あなた、子犬が作れるの？息子たちは折り紙が大好きだったの。作り方を教えたわ。ジョンは犬が大好きで、うん、いつも折り紙の犬をマックス、マックス、マックス、マックスって、犬は全部同じ名前なの。マックス。全部同じ名前はつけられないって言っても聞かなくて、いつも折り紙の犬の名前はマックス。
おかしいでしょ。じゃマックスってさ、言ってる飼い主が広すぎるか。効果があったみたい。思い出してるわ。他にもいろいろ見せてるのよ。折り紙で見せるんだ。なるほどね。折り紙をおばあちゃんに提示することで思い出すんだ。あ、こういうの折ってんじゃん。時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたってラチが開かないわ。ちょっと待って、ごめん。どこ行くの、あんた。あんたどこ行くの、あんた。あんた違うわよ。え、折れないんだけど。は、時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたってラチが開かないわ。え、折れないんだけど、折り紙。時間を無駄にしてる場合じゃない、はい、突っ立ってたってラチが開かないわ。違う、折ってよ。じゃあ折って、ね、折ってよ。折り紙折らなくなっちゃった。これしか折らなくなっちゃったよ。あ、これ上手に入れても終わりってこと。そういうことか。まだ折り紙見せて聞くんじゃなかったんだ。いや、この存在感のあるババアよ。見てこれ、かなりオーラがあるよ。出ないこのオーラはなかなか放たないからね。雨の日にもかかわらずこのオーラ見えないなまあアングル変えろって話なんだけど。なんか見せればよかったのにね。なんか他の動物とか見せたらさ、また違う手がかりが得られたかもしんないのに。時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたってラチが開かないわ。記憶ってね、これ出たよね、記憶って。シェパードさんが過去について話すことはあまり覚えてないみたい。うん、時々奇妙なことを思い出すみたいだけど。何か昔を思い出させるようなものを見せてみたら。見せたよ。もうお見舞いに来る人は入院して10年だけど、あなたが初めて。え、彼女の息子さんを探しているんです。養子に出されて、多分名前が変わっているの。あの、シェパードさんに関する正式な書類はありませんか。いいえ、ほとんどないわ。家族については何も。え、養子に出されているなら知っているのはシェパードさんだけね。ちょっと、難解だな。時々何か見せると昔のことを思い出すことがあるみたい。見せた。あなたも試してみた。見せたよ。見せた。アドバイスありがとう。花。花が好きって言ってたわ。どんな花かしら。昔を思い出させるものを見せるのね。これじゃない。ユリと、お前、ここにユリと息子の事故につながる何かがあるはずよ。折り紙って写真とか。ユリと折り紙ってもう完全に。シェパードさん、すいません、お花もらいました。看護師さん、本当はダメだろうけどな本当はダメだろうけど。シェパードさん、シェパードさん、ちょっと時間がさ、シェパードバーとまあまあ長いからさ、シェパードさん。なんて綺麗なランかしら。そうそう、ラン。息子たちもランが大好きでね。はあ、裏庭で育てていたの。ジョンが死んだ時、はあの子のお墓にランを供えたわ。おばあちゃんそこだよ。おばあちゃんそこ。来てる、おばあちゃん来てるよ。あ、これ写真じゃん。おばあちゃんそれだよ。これはあなたの息子さんですね。ジョンと弟さん、違いますか。いい子たちだったわ。父親は世話をしなかった。思い出してきたね。いつもお酒を飲んで、子供たちは辛かったでしょうね。おばあちゃん、思い出してきてるよ。おばあちゃん、下の引き出し気になるな。あの頃は随分泣いたわ。すでに一人の子供を亡くし、そしてもう一人まで取り上げられようとしていたのよ。思い出してきたな。ちょっと間を置こうか。里親の家族です、シェパードさん。ジョンの弟を引き取った家族の名前は何でしたか。本当にいい人たちだったわ。一度会ったのよ。はじめのうちはよく息子に会いに行ったわ。でも私が病気になって行けなくなったの。ああ。きっと忘れられたと思ったでしょうね。
僕はもう愛されていないんだって。おか、おばあちゃん、あとちょっと。名前です、シェパードさん。彼の名前は？愛していたのよ。おばあちゃん。この子がいなくてどれだけ寂しかったか。周辺知識いくな。お願い、アン。名前を教えて。もっとこっちに来て。え？こそって伝えのますか？聞かせて俺にも。あ、イーさんじゃない？いやもうこの表情はイーさんでしょう。いやもうイーさんしかないでしょう。知ってる人、あの女が知ってる人の名前じゃないとあの顔ってならないからね。イーさんでしょう。もう E さんしかあの顔できないでしょ、 E さんじゃないと。ってなところでね。あ、短っ。一旦切るわ。ごめん。じゃあ、あ、出した。